朝に、上海の広場で健康体操の管轄体局権をしている人々中国武術とは、中国大陸に起源を持つ武術の総称。中国武術は、中華人民共和国では単に武術、中華民国では国術、関東省など、両国地方では、伊サオとも呼ばれる。また、中国で単に武術というと世界中の武術、武道、格闘技全般を指すこともある。 中国憲法とも日本ではよく呼ばれるが、中国での名称である武術という言葉が示すのは、都市技術である憲法のみではなく、下記を除く武器術も含まれる。武器は中国においては機械、または兵器と呼ばれ、刀や剣に代表される短機械、槍や根に代表される長機械などがある。中国の武術の門派の数は四百とも六百とも言われるが、 都市剣術と機械を備えている門派が多い。現在、武術の競技名で、点数制の当時競技や三で競技が、中国国内だけでなく、世界選手権である世界武術選手権など、国際的に行われている。和、不死、伝統権と制定権や、武術対局権を参照現在、中国での武術の目的は、勘、剣味、実用。 すなわち見て美しい演武を行うこと、体を鍛えて健康になること、そして相手を殺傷できる力をつけることの三つであると考えられている。勘の側面を強調したものは表演武術武術大極拳である。県民の側面を代表するものは大極拳である。大極拳の愛好者は世界中に大勢いるが、多くの人が武術としてよりも健康法として行われている。 実用の側面には二つの大きな流れがあり、一方は競技化されたサンダーと呼ばれる対戦スポーツ形式の競技であり、一方は民間もしくは様々な武官等に伝承される伝統流派の存在である。こちらはこんなお古来より伝わる本来の部としての連行方法を伝えている。日本の例で例えるなら前者は K-1 に見られる競技化の位置形態であり後者は、 伝統保存を目的とした古武術と見ることができる。県民に関しても古来においては自身を強靭な武器と化すための命がけの危険な連行法も存在した。もともと古代中国において武とは戦乱の世を過ごした人々により殺人、殺傷的意味を含み使われていた。しかし、関内の説問開示によって術という平和的発想に転換した。直接的には 春秋差し伝の先行12年の古事に由来している。少林寺潜仏堂の壁画施少林寺中国武術の起源は、漢王朝の時代に黄河沿いに住んだ人々の自衛も、含めた戦のための教練から始まったと言われている。その後、間もなく娯楽の要素としてや健康法としても、見直されるになった。現在、中国武術の門派は、 多したような民族に比例し数え切れないほど存在する。そのそれぞれが自らの門派の起源に関する逸話を持っているが、自らの門派が優れたものであることを示すために、伝説上の有名人や英雄に創始者を固くしている者も,も多く見られる。最も有名な少林拳、大極拳について、海祖伝説を記しておく。右の壁画は松田隆友の著書。 少林剣術ら岩剣によると、中国で発行されている世界体育に壁画は、元南京軍区副司令員の仙北将軍が1917年から1921年にかけて描いたものであるという。中国の武術は有名なものだけでも400種類以上と言われ、その全てを網羅することは不可能であり、また分類整理も完全とは言えない。 中国の武術をいくつかに分類する方法があるが、いずれも異論がある。太極拳の創始者、長三方少林拳のように筋骨、体力を鍛え、体を外面から強くして、合力を用いる武術を、外野拳と呼び、太極拳のように呼吸や内面を鍛えて、柔軟な力を用いる武術を、内科拳と呼ぶ。しかし、実際には、少林拳も、 初期の練習でこそ筋骨を鍛えるが、連度が進むと内面を鍛え、逆に、対極拳にも、剛の力が多く含まれている。武術を深く理解しない者が、表面的な技法のみを見ていった分類だと、考えられることから、現在では重視されることは、ほとんどない。少林拳は、仏教の寺院で学ぶ武術であるので、出家したもの、すなわち家の外にいる者が治める武術であるので、 外野県、大局県は出家しない道教の信者、すなわち家のうちにいる者が学ぶので内科県である、とする説もあるが、あまり一般的ではない。別の説として、高百科の内科憲法がある。しかし、一般的に言われる内科県との関係は不明であり、また大局県との関係も不明である。ちなみに、日本では内科県の普及度が高く、 海外では外野県の普及度が高い。これは中国系移民が関東省福建省といった外野県が盛んな地域出身者が多いためと言われている。多くの武術が少林寺の武術を起源とする伝説を持つことから少林犬を含めて数多くの武術を少林派と呼び大局拳の創始者とされた。 朝三宝が修行した場所が武藤さんであることから太極拳を武藤派武術と呼ぶ。太極拳の門派の者のが少林拳門派に対抗意識が強いために二つの門派が対等で対立しているという発想から無理に考えられた故障であるように思われる。別の説として1928年に南京中央国術館が開設され、当初は学科として 少林門と武藤門が設けられた。武藤門の中に武藤拳、太極拳、形意拳、八景手のひらなどが含まれていた。後に学科の分類は改められた。八極拳競技では北派少林拳と南派少林拳のことを指す。河南省須瀬少林寺とは別に中国南部の福建省に南少林寺があり、須瀬少林寺を起源とする武術が、 北派小林圏、あるいは単に小林圏と呼び、南小林寺を起源とする武術を南派小林圏と呼ぶ。新代の阪神また明運動においてその拠点が南小林寺であり、その活動の中で発達した武術が南派小林圏であるという伝説がある。南小林寺はあくまで伝説上の存在とする説が有力であり、近年まで、 南少林寺の存在自体が架空のものであるとされて、いたが南少林寺に関するものと思われる、捨て少林寺で発見された古文書や復権書に南少林寺のものと思われる遺跡が発見されたとして、現代では実際に存在したのではないのかとする説も現れている。南少林寺の真実の解明については今後の研究が待たれる。なお現在、 福建省泉州市に存在する南少林寺は新たに建立された寺院である。北派と南派という名称は広くは、中国北部と南部で行われている武術を指す。南県北大と言われ、南派は拳、すなわち手や腕を多く持ち、北派は桃、すなわち蹴りを多用すると言われている。北部は平原が多いために移動や跳躍や蹴りの多い武術が発達し、 南部は川を船で移動することが多く狭い場所、揺れる場所でも練習できる武術が発達したという説があるが真偽は定かではない。確かに中国南部における武術には主に上半身を用いる武術が多く見られ、北部では小林剣、左剣など蹴りが多彩な武術が多いことは事実であるが、南部でも爆屋剣のように蹴りを得意とする武術があり、北部にも硬い剣、八極剣、 こぼし古剣といった蹴りの少ない武術があるので、必ずしも正確とは言えない。上皇以南では、関東省や福建省を中心として、北部の武術とは異なり、上半身を多く使い、下半身は安定させて、移動は少なく力強い拳を打つといった、南部特有の共通した風格を持つ武術が多く、見られるために、現代でもこれらの武術は総称して、南派と呼ばれる。 ちなみに、南県という流派は存在しない。長江以北の武術には、太極剣も少林剣も含まれる。八景手の平制定剣の長剣、太極剣、南剣は、それぞれ北派の外野剣、内剣、お及び南派剣術を競技スポーツ用に編集したもので、あると考えられる。これ以外の伝統武術を見てみると、下のように分類することができる。 分類の正当性については、異論があるがここでは便宜上、上記分類に従った順番で、各武術を紹介する。別の説の例として、伝統武術の4大流派は、画剣、我、小美剣、武踏剣、小林剣とする。多くの門派はこれらから分かれた。小林剣、左剣、小星古剣、八極剣、灯籠剣、洋装剣などがある。 八景手のひら対局圏、八景手のひら、形意圏などがある。長江以南で広く行われる武術の総称であるが、活発な地域として、福建省、関東省があり、それぞれに特徴がある。関東系南派少林圏には、高野圏、英春圏、再里仏などが、福建系南派少林圏には、白鶴圏などがそれぞれ含まれる。関東系南派の英春圏、 白尾剣は短端狭馬と言われる。端は腕の使い方を示し、馬は歩型を表す。すなわち狭い歩幅で立ち、腕を短く使うことが特徴である。南剣の元になったと言われる荒野剣は長端台場と言われ、歩幅を広く取り腕を長く使う。ブルースリー白鶴剣中国武術の多くの流派では多くの武器を用いる。中国武術においては武器は機械。 または兵器と呼ばれるが、ここでは武器という故障を用いる。使用される武器は門派によって異なるが全く武器を用いないという門派はない。そもそも武術の発達は戦時に武器を取って戦うことに始まることを考慮すると、武術の本質は武器術であり、都市武術は武器を扱う前に学ぶべき体の訓練であると考える人もいる。 伝統的な門派においては必ず都市格闘術と武器双方は同一の術理によって構成されている点も見逃せない。A 春古武氏は八山刀や六天半根という武器術は都市と同様の術を見て取ることができるし八極剣は双術が基本にある。近代において武器術との相関性見て取れない流派が数派存在するが、それら流派は 重機が台頭し始めた近代において登場した。また西欧より流入したボクシング等に対応すべく、編み出された格闘試合を想定した流派と見ることもできる。武器奏法は武器の形状によって変化し、それに伴って基盤となる見法も若干変化する。よって多くの武器奏法を身につけられることは、身につけた武器奏法と同じ数の見法を身につけることとなる。 ただし、武器双方は一つの武器に対して多数存在する。また、武器双方を一つの見法で一貫しようとする門派も多い。武器には非常に多くの種類があるが、剣、刀、槍、棍が四大兵器と呼ばれる。剣や刀のように片手で持って扱う、比較的短い武器を、短兵、短機械、槍や棍のように両手で扱う長い武器を徴兵。 長機械等と呼ぶ。これらの分類以外に、無知のように紐状のものを指す。何機械、手の中に隠す合口などを指す。暗機械、両手にそれぞれ機械を持つ。総機械などがある。中国等、ありがとうございます。